1月9日の今日は語呂合わせで一休さんにちなんでとんちの日、うん、そこの具で一休よ、箸を使わずに向こうに渡ってみせよ、うん、はぁ、とんちね。箸がダメならスプーンに変えれば一緒。さすが具で一休、でも渡らないのね。はぁ、だる。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。でどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。